それでは定刻となりましたので、大阪維新の会第19回統一地方選挙第4次公認の発表をさせていただきます。それでは、今井幹事長の方でよろしくお願いいたします。それでは第4次の発表を公認者の発表をさせていただきます。全体で8名です。まずは大阪府議会議員池田氏の選挙区で、東条俊之、新人男性、続きまして大阪府議会議員片野氏、選挙区片野氏、三好香る新人女性、続きまして大阪市議会議員選挙、大阪市西区の選挙区で西拓郎新人、続きまして衛生市に移りまして、吹田市議会議員選挙、吹田市高村正俊新人、続きまして池田市議会議員選挙、池田市滝沢智子新人女性、続きまして門真市議会議員選挙、門真市吉泉幸春新人男性、続きまして枚方市議会議員選挙、枚方市で選挙区小池晃子新人女性、続きまして寝屋川市議会議員選挙、寝屋川市選挙区福田敦新人男性、以上8名です。以上8名になります。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと待ってごめんなさい、ここ開けてください。今先生の方がしっかり行ってます。それでは候補者を後ろにしまして、今井幹事長から一言お願いします。皆さん、今日どうもありがとうございます。第4次公認者8名、今日は発表させていただきました。これが全てではありません。来年、また年明け早々に第5次公認ということも出てくると思います。いずれにしましても今度の統一地方選挙というのは、通常選挙でもそうですけど、過半数、大阪市会、大阪府会を中心にしながら引き続き過半数を目指していくということには変わりございませんので、引き続いて我々は来年の住民投票の勝利に向けて、衛生士も含めて足元を固めていくと、地方からやはりのろしを上げていくというふうなことの陣営を揃えていくということになります。特に大阪府会、大阪市会においては、大阪府会はもうこの時点で過半数候補者を擁立されておりますが、大阪市会においては、まだ数名、過半数までは届いておりませんが、鋭意過半数を目指して、こちらの方も候補者選定に作業を進めていきたいというように思います。来年統一地方選挙は我々のこの間の維新改革における実績を踏まえながら、特に万博の誘致成功ということがありますけれども、来年はイベントイヤーと言われるぐらい、さまざまな国際的イベントも大阪で開催されるというふうな中にあって、大阪維新の会引き続き行政改革、議会改革、そして成長戦略をさらに推し進める、そして大阪都構想を完成させるというこの最大の目的に向かって前進していきたい、そのための第4次発表でありますので、皆さんよろしくご指導ご鞭撻お願いしまして、私の方からはなはな簡単でありますが一言の最初のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは予定者の方から議会選挙区名前、一言の抱負を一人ずつ話させていただきます。
池田から、出題させていただきます東條俊之と申します。よろしくお願いします。28歳の若さと15歳までアメリカにいたというところで、海外の自分の身の知識と、行動力と出して、池田で精一杯、頑張っていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。型出生対策員の三好香織です。刀の皆さんに新改革を頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。大阪市西区の生態作員の西田九郎と申します。維新の改革をどんどん進められるよう一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。吹田市から、市議会議員として立候補する予定の高村益俊と申します。維新の DNA を受け継いでですね、吹田でも、元気よく活動していきますのでよろしくお願いいたします。池田市議会議員候補の滝沢智子です。自身の実績とマインドを広めていけるように頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。門真から立候補予定の吉水幸明です。門真からいろんな改革を進めていけるよう精一杯頑張っていきます。よろしくお願いします。枚方市議会議員立候補予定の小池晃子と申します。維新の女性から吹く風をたくさん吹かせたいと思っております。よろしくお願いいたします。寝屋川市から出る予定の福田敦史です。町のため維新のために全力でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。以上、女子公認8名どうぞよろしくお願いいたします。それでは質疑応答に入ろうと思いますので、質問のある方挙手にて、会社名お名前お願いいたします。質問どうでしょうか。共同通信の女です。国会はこれで過半数ということで、あと市議会は過半数ぐらいしていくということなんですけれども、はい、市議会過半数、今日も知事の取材の中で、どちらも過半数を目指していくだという強い指示を示されてますけれども、何人ぐらい、過半数を超えて何人ぐらいという目標、あと時期どうですか。いずれにしても大阪府議会は過半数は今超えてますけど、市会だと3つぐらいだからそれも早急に準備していきたいと思います。できればそのもちろん過半数を超えていくわけだから、極力そういう方向での調整もしていきたいと思います。複数区や複数の擁立っていうのももちろんもちろん、特に大阪市会は中選挙区でやからなかなか厳しいところありますけど、この複数区においてでも一定その方向で調整していきたいと思います。よろしく。続きまして大丈夫でしょうか。毎日の作りです。市議会の場合ですね、3ヶ月ルールというか、その住所の問題があると思うんですけど、どのような方を、例えば議員の秘書であったりとか、どういうふうなメンバーを考えていらっしゃいますか。今後それ調整になりますけど、その時3ヶ月ルールがあるんでね、大阪市の市議会に出馬しようと思ったら大阪市内のどこかで住んでないとダメだっていうルールがあるんで、もちろんその前提で選抜するということは考えています。今誰だということは言いませんけど、調整していくということは引き続きあります。頭数ということで幹事長の中に何か浮かんでいる方はいらっしゃる。浮かんでいることは浮かんでいます。その最後はもうそういうふうなことも含めて、体制としては整えていきたいなと思っています。自転車で大阪に在住しているというのは大前提があるので、そういう方向で進めて。はい、続きまして時事通信の中島と申します。先日の万博開催決定を受けての、この公募の応募状況の変化、増えたですとか、そういった変化があったら教えてください。大きく変わったということはあまりないですけど、ただ風向きというか、かなり維新頑張れというような声はよく聞くようになりましたので、
それも一つの大きな契機になっていくんではないかなと思います。またもう一点、まあ、これは確定したことではないんですけども、はい、松井知事、吉村市長が、はい、まあ、統一選との同時のダブル選ということを視野に入れているようなんですけれども、まあ、そういった統一選とダブル選をかぶった場合に統一選に与える影響がどういうプラスの風が吹くのかですとか、そういうどうお考えですか。まだそこは確定的なこと違うから、それに対してのコメントは差し控えますけど、いずれにしても通常選挙であったとしても我々は過半数を目指せるんでね、だからこの選挙は引き続き過半数を擁立するということで、その大阪府会、大阪市会を中心しながら我々 の、 その維新改革の地方を固めるという意味でも非常に大切な選挙戦ですので、それは今回の公明党さんとの問題はちょっと抜きにして、引き続き追及はしていきたいと思います。よろしい。他ございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。よろしいですか。よろしいですね。はい。それでは最後、はい。それではどうもありがとうございました。もう年末のお忙しい中このように寄っていただきましてありがとうございます。先ほども申し上げましたけど、やっぱりこれ維新改革をそれぞれの地域で具体的に積み上げていくと、4年前よりも8年前よりも今回がさらにたくさんの候補者を擁立して、大阪におけるそれぞれの市町村で維新改革が前に進むように、そういう意味で候補者をたくさん擁立するということをやっています。合わせて住民投票の勝利に向けて府市が特に大事な場面になります。この府市の立候補を作業も早めながら、大阪市、大阪府、このさらに自重行政解消あるいは都構想完成に向けての体制づくりを急いでいきたいとこう思っておりますので、引き続き我々は第5次公認に向けて鋭意作業を進めていきます。できましたら1月の早い段階で第5次を発表できたらと思いますので、まあ、その時にはまたよろしくご指導を願えたらと思います。以上で簡単ではありますけど第4次公認者の発表とさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではこれをもちまして第4次公認の発表、資料を出していただきます。本日はお忙しい中ありがとうございました。